皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする iFeatures TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、いきなりですが、小坂先生の強みって何ですか？強みですか？まあ、一応研究者なので、こう自分の興味持ったことっていうのはとことんやり抜いてですね、しかもこうきちんとアウトプット出すまでですね、やり抜くっていうのが私の強みだなと思ってます。なるほどですね。まあ、そういう意味ではまさに今その強みを生かして大学教授というお仕事されてるわけですけども、その強みに気づいたのっていつ頃ですか？そうですね、実際のところもう今の職業についてしばらく経ってからですかね。社会に出てからすごいいろいろ苦労したので、もう学生時代にもっとこう自分のことを知っておけばよかったなというふうに思います。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、福島県立相馬支援学校の稲田武美先生です。実は稲田先生には番組スタート当初から出演オファーしてたんですけど、今回やっとご出演いただきましたよ。いや、稲田先生といえばもう特別支援学校とこう ICT なんていうとですね、もう知らない人がいないくらい有名人ですからね。私自身もですね、非常にこう勉強をさせていただきますので本当に楽しみにしております。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは福島県立相馬支援学校の稲田武美先生。プレゼンタイトルは強みを生かすです。稲田先生、よろしくお願いします。どうぞ。はい、こんにちは。福島県立相馬支援学校の稲田武美と申します。と言いながらですね、 IT チャーズ TV 見てる1億5000万人の人がですね、思いかと思いますので、ちょっと自己紹介しますとね、私稲田武美というんですけど、動いてきましたね。そうなんですね、私イニシャル IT なんですね。ということで、しかもですね、稲田先生ですからね、ということは稲田ティーチャーですから、ということで IT チャーってことですね。はい、これはここでしかできないお話でしたね。はい、ありがとうございます。なおかつ私ミドルネームね、チャールズなんでね、それと ICT とこう来るわけですね。はい、ありがとうございます。まあ、ICT ってね、今日はあんま ICT の話なんですけど、何の略か皆さんね、当然ご存知かと思いますけど、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーですね。の、やっぱりここのコミュニケーションっていうところが一番ね、大事な部分なのかなと思って、そこを意識しながらね、テクノロジーを使ってるなんてこともあります。で、今日のまず一つ目のポイントとしては、合理的配慮。皆さんいかがですかね？ご存知ですかね？はい。実は、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されたんですね。はい。やらなくてはいけないんですね。で、じゃあそもそも合理的配慮って何ですかってとこなんですけど、権利に関する条約の第2条の定義にこのように書かれています。例えばですね、視覚障害の方がテストの問題を読むときに点字で読んでて、答えるときは点字タイプライターで書いてる人がいます。その人が大学受験のときに、いやいやいや、うちの大学は紙の問題を読んで回答用紙に書いてもらわないと困るんですよね。これどうですかね。あとは例えばですね、大学入りますと、1号館から5号館まで例えばあって、全部にエレベーターが全然ないですと。私車椅子なんですよね。1号館から5号館までにすぐにエレベーターつけてもらえませんか。これどうですかね。いいですよ、すぐに、じゃああなたの一人のためにエレベーター5個つけますよ、もちろんいいんだけど、そこでこう話し合うね、対話するっていうのが大事で、例えばゆくゆくはね、エレベーターつけたいんだけど、まだすぐにはできないんで、あなたの受ける授業は全て1階にします。しかもスロープのある1階です。いかがでしょうか。で、それで、その合理的配慮を申請したのに OK ってなれば、それがいいんですね。そういうことなんですね。でもね、合理的配慮を求める際の基本的な流れはこのようになってて、これポイントはこれですね、一番上、まず本人または代理人が配慮を申し出るってところがスタートなんですね。でもどうですかね、子どもたちってすぐできますか。小学校1年生の子が、私の合理的配慮こういうことなんですよね、難しいですよね。なんでかっていうと、その子たちはまだこういうことがあればこういうことができるんだなっていうことがまだわからないですよね。ということで、まあ、合理的配慮と基礎的環境整備っていうことになるんですけど、例えば色覚異常という、ね、障害があるんですけど、これは割合としては男性20人に1人、女性500人に1人って言われてて、ということは男性20人、女性20人の40人のクラスが例えばあったとしたら、クラスに1人ずつ色覚異常の子がいるってことになるんですけど、どうですかね、色覚異常の子は生まれた時から色覚異常なんで、
気づいてないかもしれないですよね。分かってないかもしれない。つまり知らないことを知らないということです。だから学校にいるうちに例えば iPad で、コントラストを変えると見やすいんじゃないとか、白黒反転すると見やすいんじゃないのとかっていうのをいろいろ経験してもらって、そこで自分で気づいて、あ、なるほどと、こうやれば見やすいんだなとか読みやすいんだなっていうことになればそれがいいわけですね。例えば皆さんもそうなんですよ。じゃあちょっとお腹すいたね。で、3つの定食があって、ペンギンの肉とオットセイの肉と鮭の肉と3つありますよ。皆さんどれ食べますかって言ったら、きっと日本人はきっとですけど鮭を選ぶんですよ。なんでかっていうと、それしか食べたことがないから。つまりこれだけ選択肢あるんだよって言っても、経験しないと選べないんですよ。経験しないと選べないです。だから学校にいるうちにいろんなね、経験をしてもらって、いろんな体験をしてもらって、そこから自分で気づいて、あ、これは苦手だけどこういう支援があればできるんだなっていうのを気づいて、それが合理的配慮になればいいですよね。だから我々教員はたくさんの引き出しを持ってて、それを一つ一つ皆さんに経験してもらうってことが大事になってくると思うんですね。じゃあそもそも障害って何ですかっていうことなんですけど、皆さんどうですか？障害って聞くとどんなイメージがありますかね？マイナスのイメージ多いんじゃないでしょうか。でもここに出てくる人たちのことを見てどう思いますか？マイナスのイメージありますかね？なんでね、同じ障害っていうのにプラスのイメージとマイナスのイメージできちゃうんですかね？例えばですね、この1980年 ICIDH ということで WHO が障害っていうのを公開したんですね。それが、機能的障害があるから能力障害があって、能力障害があるから社会的不利があるっていうことなんですね。例えば聴覚障害だったら、脳の神経に障害がありますが機能障害、そしてそれでコミュニケーションができないが能力障害、それで就職できないが社会的不利みたいなイメージですね。でもね、ちょっとよく考えるとこれどうかなっていうところがあるんですね。例えば小指を切断してしまったと、そうすると機能障害として小指が切断する。でも能力障害、例えば喋られなくなるとか覚えが悪くなるとか、能力障害ないですよね。そして教員としての仕事も失われないですよね。あれ、機能障害があるのに能力障害と社会的不利がないんですね。これは私が教員だからなんですよ。でも私がもし世界的なピアニストだったらどうですかね。機能障害、小指を失った。能力障害、ピアノが弾けなくなった。社会的不利、ピアニストとしての仕事がなくなった。あれ、同じ稲田なんだけどこれちょっと変わっちゃうんですね。ということで、そういうこともあって2001年 ICF ということでまた新たにね、障害の概念を示しました。で、真ん中にある活動とか参加っていうところがポイントなんですけど、見てほしいのはこの下のところですね。環境因子、個人因子、その人のファクターはもちろんなんだけど、環境というところも、同じ並列して因子としてあるんだっていうことなんです。だから環境が障害を作るんですね。そしてもう一回思い切ったことを言うと、環境で障害をなくすんですね。例えば2階に、改札があったら車椅子の人行けないですよね、階段だけだったら。でも環境、つまりエレベーターがあることによって2階に行けますよね。障害がなくなりましたよね。障害は病気じゃないんで治らないから障害なんですけど、でも環境によって生きづらさとか話しづらさとか就職しづらさをなくしましょうってことなんですね。だからポイントとしては環境なんです。で、環境って何って言うと、実は環境は自分以外のもの全てなんですね。自分以外のもの全て、その環境をどう整えるかっていうことが大事なんですね。ということでキーワードは環境ということなんです。支援っていうことをちょっとポイントとして考えると、支援は大事な時、私も支援大事なことは、必要な時に必要なことを必要な分だけするっていうのが支援だと思うんですね。これを必要じゃない時に必要じゃないこと、必要以上のことをしてしまうのは、もしかすると愛情という名のおせっかいなのかもしれない。例えば車椅子の子を押してる時に、前にドアがあると教員が日常的に開けてあげちゃいますけど、本当にそれがいいのかなってちょっと疑ってみるわけですね。あ、ちょっと今日はちょっと開けないでおこうかなと思ってピタッと止まったら、自分で開けるかもしれないですよね。でも教員が先んじて開けてあげちゃうことによって、その自分から戸を開けるっていう行動を全部阻害してることになるわけですね。そうするとその子が、あれ、なんでいつも開けてくれるのに今日は開けてくれないのって先生の方見たら、出ましたよね、主体的な活動行動が出ましたよね。あとはなんで開けないんだよって足ガンガンガンなんてやったら、情動、感情が出ましたよね。でも教員が愛情という名のおせっかいをすることによって、その行動とか情動を全て奪ってるっていうことになるんですね。例えばその見方としては、点字ってありますよね。視覚障害の方がね、主にお使いですから、見えないから点字を使ってるんですかね。見えないから、違いますよ、見えないからじゃありません。見るよりも触るが得意だから点字使ってるんですよね。あと手話ってありますよね、手話ね。これも聴覚障害の方が主にお使いですけど、これはやっぱり聞こえないから手話を使うんですよね。はい、これも違います。聞こえないからじゃなくて、聞くよりも見るが得意だから手話を使ってるんですよ。こういう視点って大事だと思うんですね。これができないからこれっていうよりも、これが得意だからこれを使うとか、
これを伸ばそうっていう視点がすごくね大事になってくると思うんですね。でもここでぜひ間違ってもらいたくないのは、障害者ができないことも多いよね。だからそれを補うために ICT を使うんだよね。そういう側面ももちろんあるんだけど、それよりも強みを生かしながら ICT を使う、そして ICT を日常的な武器として社会に出るっていう視点がとても大事になってくるんだと思うんですね。ということでキーワードは強みを生かすっていうことなんですね。強みを生かす、強みを生かすからその子の強みが価値になるんですよ。強みが価値になるから強みが価値になるんですね。はい、お後がよろしいようで、では、本日ですね、まず前半の部分はこれで終わりたいと思います。私はリアルの友達ちょっといないんでね、ぜひ SNS 等でつながっていただければと思います。どうもありがとうございました。授業で使えるツール活用講座、玉川大学工学部の小坂井です。今日はこちらです。デジタル名刺プレイリーカードのご紹介です。これちらはですね、非接触 IC カード通信を使ったデジタル名刺となります。でこのようにカードの上にですね、スマートフォンを置くとですね、ポチンとですね、こちらの方のサイトが出てまいります。でこれ私の情報がですね、全部集約されたウェブサイトということになるんですけれども、詳しくはこんな感じになっております。全部ですね、いろいろこう情報を集めておりまして、私の SNS の情報だとかですね、 YouTube の情報がありまして、 YouTube のボタンを押すとこちらの IT チャズ TV のですね、サイトの方に飛んで、いろいろとですね、自分の自己紹介といったようなことができます。でこちらですね、自分の情報をですね、もうそれこそ個人情報ですね、電話番号だとかその他のメールアドレスとかもですね、相手方に送りまして、こちらのボタンを押していただくと自動的にですね、 iPhone に保存されるなんていったことができるようになってます。でこれ外部ツールを使ってデザインもすることができまして、イラストレーターであるだとかキャンバーを使います。こちらのようなキャンバー用のテンプレートが用意されてまして、ちゃんとこの範囲で印刷されますよとかですね、こういう文字入れられますよといったようなこととか、指示に守っていれば、自分の好きなデザインでですね、先ほどのカードを作ることができます。で特にファイルをですね、こう普通のキャンバーの使い方としてですね、PNG ファイルで出力して、それを使ってサイトでですね、注文するとなるとですね、1週間ぐらいでだいたい今は届くようでございます。はい、授業で使えるかもしれないっていうぐらいの形ですけれども、先生たちの交流にぜひご活用いただければと思います。それではまた。はい、ということで福島県立相馬支援学校の稲田武美先生のプレゼン、お聞きしたらいかがでしょうか。はい、本当にいろいろなことを考えさせていただけるお話だったと思います。子どもの可能性をこう引き出すという大人の一人として、あれはね、いろんな学校の先生が知るべきことがいっぱい詰まったかなと思いました。そうですよね。また今日のお話の中でも、例えば点字はこれは触るのが得意だから、手話もこれ見るのが得意だからって、得意強みにこの目を向けるってすごく、あ、なるほどなって思いました。はい、私大学の、ね、教員なんですけど、もう全然こういうのって本来は普通のことで、それぞれの子たちの可能性を引き出す、で何が長所なのか強みなのかっていうことを意識しながら個別に対応して伸ばしていくっていう姿勢は、私も身につけてどんどん実践していかなきゃいけないんだなと思いました。ぜひこの強みを生かす、改めて考えていきたいですね。はい、はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.